はい、こんにちは、スーです。今回はこちら妖怪ウォッチコラボの新キャラ呪いの花子を使っていきたいと思います。はい、こちらのキャラクターなんですが、確定ガチャで購入可能な交換不可の枠となっております。髪の毛のところがねハート型になっていて可愛いですね。で、肝心の性能なんですが、まずリーダースキル闇の1コンボでダメージを半減、闇の2コンボで攻撃力が20倍、闇の3コンボ以上で2コンボ加算、悪魔タイプの HP が 1.5 倍と。はい、闇1コンボで半減が晴れる、実質 HP 3倍リーダーです。2コンボすると倍率が出て3コンボで A コンボ加算みたいな感じですね。そんなめちゃめちゃ強いっていう感じではないんだけど、まあ実質耐久値がね3倍なので、倍率の出方がねちょっと変わってて面白いキャラクターになってます。で、覚醒スキルですね。ちょっとね8個しかないんでなんか若干弱そうに見えるんですけど、超覚醒込みでスキルが4、スキル封印耐性指持ってて、10C10C たこ焼きたこ焼きとなっております。まあこのあたりのね火力覚醒は優秀ですね。スキル4にもできるし、まあちょっと耐性とかはないですけど、最低限の仕事はできるかなという感じです。で、最後にスキル5ターンで呪いのラブレター、これがおそらくこのキャラクターの一番の特徴ですね。1ターンの間落ち込んだ釘ドロップが少し落ちやすくなり、回復力が半減、ランダムでドロップを入れ替えると。はい、釘先に続いて釘ドロップをね、目覚めさせるスキルがね登場しました。まあ正直言っちゃうと、まあ最近の環境でまあなんだろう、強いのがロボットシリーズ、あいつらがねみんな固定突撃持ってるし、強いリーダーは大体固定突撃持ちなので、そんなに釘ドロップを使うことがねあんまり今の環境ではない。まあなんだろう、突撃目的で使うことはほぼない。一応釘ドロップって割合ダメージになるので、いっぱいね集めることができれば結構なダメージは叩き出せるんですけど、まあ一部の変態がちょっと釘ドロップで遊んだりしてますが、まあ正直あんまり使われてるギミックではないかな。まあ言ってもまだね釘のスキル持ったキャラクターが2体目なので、これからですかね。ちょっと今回はそんな花子を使っていきたいと思います。で、一応闇の 10C で、たこ焼き持ちなので、あの最初にブラックバードに入れようかなと迷ったんだけど、別にそんなにブラックバードのサブに入れたところで感がすごいんだよな。まああいつ固定突撃持ってるんで釘目覚めもそんなに意味ないし、一応回復力をね書き換えるっていう役割で入れてもまあいいかなと思ったんだけど、ドロリフ要員もねアルラトゥとかいますし、ちょっと今回はブラックバードのサブではなくて、花子自身をねリーダーで使っていこうかなと思います。ではね早速パーティー紹介していきます。はい、今回使うパーティーこちらになります。まずリーダーセシリアですね。継承がレオナの武器で、次に花子を継承がボンタで、次に、久しぶりですねベリアル、継承はゲームエンペラの武器で、ハドラーに継承こちらクルセイダーの武器ですね。で、次にアルラトゥ継承は、こちらのテニスラケットになります。ちょっとね指が今回短いんで持ってあります。で、最後フレンド枠の花子にはこちらボロスの武器継承ですね。5ターンの間属性吸収を無効化、これで一応耐性が、帯以外全部 100%。 バッチは今回 HP プラスでいきたいと思います。で、今回ね挑むダンジョンなんだけど、はい、こちら浦丸の支配者の方にね行ってみようかなと思います。はい、それでは早速ね今回このパーティーを使って浦丸の支配者やっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで、まず1回ですね。おそらく、このパーティーを見て全色揃ってるから、気候上行くんじゃねと思った方いるかもしれません。ごめんなさい。ということでやっていきましょう。そうしましたら、まず、ちょっとバインド回復していこうか。回復が6個しかないんで、セシリア、打っとこうかな。打ちます。はい。セシリア打ってあげて、回復ドロップもらってあげて、これでバインド回復をしていきましょう。で、闇と光の同時消しだね。すごいんだね。闇1コンボで半減ですからね、なかなかいかつい。これでちょっと待っていきましょう。一応倍率も出てるから、うん、まあでもゴミですね。はい、ちょっと耐えていきます。まあ、言ってもまあ5ターンぐらいかな、ちょっと待ちます。はい、ということでスキル溜まったんでいろいろ打っていこうかなと思います。そしたらまずリダチェン、リダチェンしてあげて、でこれ持っとくか、このキレのテニスラケット、これも打ってあげて、で、闇少ねえな、マジか。無限クライムもいきます。はい、オッケー。これでいきたいと思います。闇少ねえ。てか、3セットねえんだけど。えぐ。76番面のさ、3色陣で3セットないのいかついな。こんな感じで。はい、いいっすかね。つなげちゃえ。闇降ってこないかな。一応、こいつだけタゲっとくか。まあ、激減あるから大丈夫だと思うけど。あ、まだ全員いけましたね。はい、ということで2回、ちょっと今のタイミングで結構いい回復出したかったんだけどな、まあしゃあない。さあ2回、まあ最悪ここね、お、いいね、ワルリーいますね。色がなくなっても、ドロップリフレッシュもありますし、まあ、闇1コンボでね、あの半減半減貼れるんで、よし。そしたら操作時間減らされてるんで、これはアルラトゥでいいかな。アルラトゥを打っちゃいましょう。落ち込んないけど、
まあ、闇目覚めもあるので、そしたら組んでいきます。3分割できなくても、しっかりと倍率出るし半減も張れる。これが強いよな。まあ、強い強いって言っていいのか分からんけど強くはねえか別に。はい、 OK、 こんな感じで。そうで、あの今回ね、この裏マロやってて思ったのが、やっぱ裏マロの支配者ってね結構いかついことやってる。なんか他のダンジョンだったら全員2ターン遅延とかね、リライフルだけ遅延とかなんだけど、このダンジョン全員5ターン遅延してくる上に、毒もお邪魔も目覚めるし、耐性も全部必要だしみたいな感じで、結構ね対策することが多い。よし、そしたら闇多い線で殴っていきましょう。まあ、今回のパーティーたこ焼きも結構多めなんで、これは一旦じゃあ全力ぶっぱで、分割でいきましょうか。多分普通にこれでいい火力出ると思うんだよな。はい、 OK、 5分割ですね。誰が一番高いかな。リーダーかアルラトゥあたりかな、上限解放組で言うと。すごいなすごいな、セシリアが33だけど、その他はほぼほぼ上限解放のやつらで言ってたわ。でこいつはね、どうしようね。ちょっとこの個数の闇で抜けるか不安なので、これはもうハドラー打っちゃいましょうか。ハドラー打っちゃうわ。ハドラー打っちゃって3ターンあるのか。3ターンあるな。ちょっと1ターンぐらい待つか。1ターンぐらい待ってあげて、 OK、 闇3分割あるのでこれで殴っていきましょう。ハドラーは闇じゃねえや、悪魔3倍炎波なので、多分これはなかなかいかつい火力が見れるんじゃないかなと思います。はい、揃ってねえな、もう1個下だった。そう、闇は入らなかったけど、42億といいですね。抜けました。まあ序盤は多分ね大丈夫ですね。あのトイトプスみたいなやつも400パワーリア来るけど、一応この木の軽減1個振ってあるんで、はい、大丈夫かなと思います。じゃあちょっとこんな感じでやっていこうと思うので、後半の方までスキップしたいと思います。はい、ということでこの辺りからね再開していこうかなと思います。そしたらまずこいつ根性を持ってるんで、釘ドロップ作ります。花子いきます。うん、結構振ってこい、結構振ってこい、頼む。見えてるだけで6個ですかね。はい、6個ですね。で、操作時間減らされてるんで、一旦待ちます。とりあえず、待ちます。釘ちょっと消えないように気をつけましょうね。はい、こんなんで、待ってあげて、まだ釘が降ってくる。オッケーオッケー、2個降ってきましたね。で、セシリア打って突破したいんで、このターンは待ちだな。もう一旦待つんだけど、これすごいのが、闇のね、1コンボだけでこれで激減ができるんだよな。これで激減入るから。うん、これが強いっすね。てかむしろこれしか強くないわ。そしたらセシリア打っていきましょう。セシリア打つんだけど、まあ一旦猶予あるし、次のターン突破でいいかな。はい、一旦猶予あるので次のターン突破でいきましょう。よし、そうしましたら抜いていきたいと思います。釘ドロップはまあ1個か2個ぐらいは残しながらいきたいね。そう、釘をねこれ温存していかないと追い打ちできなくなっちゃうから、そこ気をつけましょうね。よし、まあこのぐらいあればいいかな、十分でしょう。3個ぐらいあれば多分大丈夫。どうせあの大国主の階層で消えちゃうんで。 OK、 抜けました。またねこの花子打てばいい。 OKOK、 いいね。6000万、敵の HP が低いからダメージ量もクソだな。はい、ということで孫権ですね。ガネーシャ来なかったんで、まあ、こっちの花子はまだいいか。 OK、 そうしましたら、まあ、全力で殴って、これワンチャンさ抜けちゃいそうで怖いんだよな。まあ、でもあと1ターンでいけるし、まあ、ベリアルも溜まってるし、最悪抜いちゃっても OK。 発狂だけ怖いけど、一回全力で殴ってみよう。抜けなかった時が怖いんで、釘ドロップ一個だけ温存しようかな。釘はちょっと一個温存します。抜けない時が怖いんで。はい、 OK、 釘ドロップ一個俺持ってるから。さあ3分割ですね。どうだろう、足りないか、さすがに足りないか。闇3だけだと、あ、全然無理だわ。めちゃくちゃちょうどいいところで止まった。OKOK そしたらちょっと待ってから行くわ。いや、待たなくても抜けるな、これ。さっきのでこの削りなら、この断面ならいけるな、全力ぶっぱで。行きましょう。では行きます。はい、こうしてあげて、次どうせ打つだろうぐらいの気持ちで。ちょっと待った、なんか気持ち悪。さあ、ということでどうでしょう。ちょっと回復力クソですけど、まあ、多分大丈夫かな。よし、抜けました。いいね。まあ、20万あれば、あ、耐えれるよね。大丈夫、何にもないよね。これ回復力、あ、大きにも来ませんでしたね。あー、オッケー。そうかそうか、それがあんのか。怖っ。OK、そうしましたら、いいじゃん。これ回復力の書き換えにもなるわ。こいつも根性を持ってるんで、花子打っていきましょう。で、これもう打っちゃっていいな、ボロスのスキル。じゃあ、いきます。花子打ちまして、
回復力も地味に書き換え。はい、いいですね。で、ボルスのスキルも打っちゃおうか。これも打っちゃおう。あ、いいですね。これで闇属性が、4倍ですね。いきましょう。全力でいきます。では、いきましょう。光遠いな。はい、オッケー。おー、頑張った、頑張った。最後ギリギリだったな。さあ、これでどうだ ?4 倍エランスかかってるんで、そうっすね。ほぼほぼ全員完成ですね。ベリアルはしゃあないわ。はい、抜けました。で、ここはまあ、全回復しとけば OK。めちゃめちゃ遅延されたわ。あ、そうだね、そうだ。遅延されるから、ここで撃っとかなきゃいけなかったわ。よかった、よかった。危ねえ。じゃあ、倒していきましょう。いや、マジで、釘を全部消しちゃった時が、俺の最後のあれだからな、終わりだからな。釘だけマジで、ちょっと温存していかないと。温存していかないとか言いつつ、もうあと1個しかないけど。大丈夫か。ここの階層はいいのよ。次の階層だよな。次の階層で釘がいるから、結構減ったな、HP。この回復ドロップこの回復ドロップをしっかりと温存していかないと次追い打ちできなくなる。じゃあとりあえず抜きます。とりあえずここは抜く。まあエンハンスが4倍エンハンス入ってるんで火力は絶対に足りる。釘の温存だけマジで。はい、 OK。 釘右下にありますね。大丈夫ですね。これで抜いちゃいます。次の階層がシェリアスですね。どっちが来てもいいかな。さあどうだ。12階。あ、光か。オッケーオッケー。属性吸収関係ないね。無効貫通していきましょう。正方形、正方形か。生成スキルがねあんまりないのよ。ちょっと待ちますか。釘にだけちょっと触れないように闇温存していきましょう。闇ワンセットで待ちましょう。釘ドロップにだけちょっと注意しまして、闇ワンセット回復も一応4ゲージとかにしてあげて、こんな感じでどうでしょうか。闇ちょっと12個。あー、いいね。あー、消えないで。あー、あー、めちゃめちゃ消える。めっちゃ消えたな。3セットまでいったわ。まあ毒は弾くからいいんだけど、闇がねちょっとって感じだよな。ちょっと待ちます。はい、ということで無効貫通できそうな盤面来たんで、ちょっとやってみようかなと思います。3分割はできないけど、まあ大丈夫でしょう。 10C まで、まあ枝豆もあるしな。頑張ってみましょう。では行きたいと思います。ここに組むか。でしっかりとこのたこ焼きじゃねえや。あー、枝豆消し損ねた。大丈夫か。あと大きい網降ってきた。いいね。さすがに抜けると思う。よし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 。まあ、この時代の敵なんでね。オッケー、抜けました。いいね。追撃しっかり入りました。で、花子もありますと、13回。シバドラ、いや、これちょっと待って。追い打ち追い打ちできない追い打ちできないよ、これ。追い打ちできないですね。まあ、どっちみち攻撃力減少。セシリアを打たないと返せないんで、まあ、待ってですかね。4ターン待って、花子打って突破しましょう。じゃあ、ちょっと待ちます。まあ、待つことはね、得意なんで、このパーティーね。回復力も高いし。はい、ということで花子溜まったんでいきましょうか。花子打ってセシリアでいいか。ではいきます。花子のスキル打ちまし、闇多めでお願いしますね。落ち込んないんで。闇少ねえし釘少ねえな。これはちょっとなしだな。あー、てかなんならこっちの花子も打ってもいいけどな。こっちも打っちゃうか。いきましょう。こっちの花子も打ちます。闇多めで。これゲームエンペラーの目覚めだからね。あー、オッケーオッケー。そういうのをね、期待してたのよ。じゃあ、行きます。セシリア打て抜きます。よしよしよし、見ちゃいましょう。もう全力でいいよね。回復、まあ一応4ゲージとかにしとくか。じゃあ、行きます。正直、これはもう3分割だけしてあげれば、勝ったも同然でしょう。はい、オッケーですかね。こんな感じでどうでしょう。4分割いってるんで抜けるかなと思います。ちょっと火がなんかミスってるけど、まあいいでしょう。OK、 抜けました。いいですね。すごいな。おい、いいね。7500万。さあ、ボスバトル。よし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 。いいですね。抜くときに、半分いくときにオートガードさえ打っとけばいいんで、それでいこう。ベリアルも溜まってる。まあ一旦待ってかな。一旦待って、オートガード打って無効貫通して、って感じでいいか。はい、痛い痛い。N16 解除もしとくか。
では L 字でロック解除だけしておきましょう。で、4消しにしてあげて、闇はねちょっと残した方がいいと思うんだよな。無効貫通するからこの後。よしよしいい感じ。あ消えないで消えないで。あオッケーオッケーオッケー、耐え耐え耐え。よしじゃあこの辺りから行きま、うわ、いやでも逆にいいんじゃないか。行こうや、もうミニ残りしない限りは大丈夫だから。ミニ、おお、なるほどね。まあとりあえずオートガードは打っといていいわ。オートガード打っといて、てか結構削れたな。これだったら別に無効貫通しなくても軽めに殴っとけば半分いく説あるな。ちょっとやるかそれで。一旦ちょっと怖いので、事故が一番怖いんで、こんなもんにしとくか。オッケー、回復4消しをマストでいこう。あいいねいいね、削れるね、めちゃくちゃいいじゃん。半減だしちょうどいいわ。このままちょっと半分まで削るわ。じゃあ半分まで削っちゃいましょう。回復は正直しなくても覚醒無効だったら今の HP でもマックスぐらいになるんでいけないですね。よし OK、 これで半分いっちゃいます。おそらく攻撃力半減食らってるんでちょうどいい感じに、うわめちゃくちゃいい感じに削れたわ。無効貫通全然してねえ。めっちゃ攻撃力下げてくるんだけど、すげえやだ。OK、 これギリギリ耐えれるようにね、あの HP 持ってきました。10万5千ぐらいかな、あればいける。はい、ということで耐えました。よし、そうしましたらベリアルですね、打ってあげて、まああとは発狂だけ踏まないように気をつけて殴るだけ。ちょっと削っていきます。一応十字とかにしとくか。はい、こんな感じで4消しでね回復しておきましょう。よし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 、無効貫通するのなかなかこれしんどいなと思ったけど、いい感じのタイミングでこれが溜まったわ。これ三色陣なんでこれいっちゃうか。操作時間めっちゃ短いけど、いやありだと思うんだよね、これ打っちゃおう。まあ一応無効貫通はできるな。操作時間延長してやっちゃうか。セシリア打っていっちゃいましょう。これちょっといくわ。では無効貫通していきたいと思います。よいしょ、無効貫通をしてあげて、いや間に合わねえかな。いけるか、いけるね、大丈夫だね、いけましたいけました。はい、こんな感じ。いいや、ちょっとなんか分割もう一個いけたかなと思いますけど、よし、さすがに抜けるでしょうこれは。いけ、よーし抜けました。いいですね、真ん中が落ちました、真ん中が落ちま、お真ん中が落ちました。はい、ということで花子打たなくても闇いっぱいあるんでそのまま行きますか。無効貫通いけますね、行っちゃいましょう。ただ10コンボまで行くかがちょっと微妙なんだよな。では行きます。10コンボまで行けるかがだいぶ怪しい。うん、ちょっとこれはね俺のパズル力の問題だわ。普通に間に合わんかった。ただ3分割しなくても半銀が入るからまあ一応死ぬことはない。 OK、 ちょっとこんな感じで削っていきます。はい、ということで最後抜いていきましょう。これは絶対いける。釘もね結構多いんで、では無効貫通組んでいきましょう。3分割いくぜ。よし、こうしてあげてこうしてあげてこうしてあげて、で釘もいって、操作時間は大丈夫大丈夫あるから足ります足ります。はい、 OK、 十分でしょう。こんな感じでどうでしょうか。いやこれは絶対にいった。さあ16コンボでオッケー抜けました。ということで釘ダメージも入りまして、柱が結構削られてて、柱、そっか柱が、そうか、ちょっと柱に動いてもらわないと終わんねえわ。はいはい、ありがとうございました。はい、ということで花子で裏丸の支配者クリアすることできました。柱のね削れ方見てもらえたらわかるかなと思うんですけど、釘ドロップ消した量次第では相当なダメージ量稼げるので、まあ今はね5ターンに1回釘振らせるよみたいなスキルしかないですけど、今後もしかすると攻略とかでもね結構使える感じの、まあ敵の HP もね上がってきてますから、意外と輝くかもしんないですね。はい、ということでよかったら皆さんも花子ね使ってみてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。
コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。